リチャード・ハーシュフェルド・ウィリアムズは、アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身の元プロ野球選手、監督。宇藤右ミギ1970年初めに、マスターシュ・ギャングと呼ばれた、オークランド・アスレチックスを率い、アメリカン・リーグ3連覇を成し遂げた。カリフォルニア州のパサデナで少年期を過ごした後、1947年に、 ブルックリンとプロ選手契約を結び、1951年にデビュー。当初はガイアッシュだったのだが、ダイビングキャッチを試みた際に肩を負傷し、以後一類や三類のポジションを守ることが多くなった。選手としての実動は13年で1023試合に出場、通算打率、260という成績を残している。 1964年レッドソックス在籍中に、ウィリアムズはロースターから外され、トリプル A のシアトル・レーニアーズのコーチとなり、翌年からトリプル A のトロント・メープルリーフスの監督を2年間、務める。マイナーでの成果が認められ1967年に、レッドソックスの監督に就任。 チームは接戦のペナントレースを制し、ウィリアムズはレッドソックスに1946年以来のリーグ優勝をもたらした。その後1970年にモントリオールエクスポズのコーチを経て、1971年から指揮を取ったオークランドアスレチックスではワールドシリーズを2連覇する。この頃のアスレチックスは当時マスターシュギャングと呼ばれ、オーナーの指令で、 主力選手たちが皆髪を伸ばしヒゲを生やしていたことでも有名でウィリアムズ自身もヒゲを伸ばしていた。その後、エンゼルス、エクスポズの監督を経て1984年にはサンディエゴ・パドレスをリーグ制覇に導いている。1984年のワールドシリーズではスパーキー・アンダーソン率いるタイガースと対戦。どちらが勝っても史上初の 両リーグでのワールドシリーズ優勝監督となるシリーズだったが、シリーズを制したのはアンダーソンだった。1986年から3年間、シアトルマリナーズの監督を務めた後引退。2008年にアメリカ野球伝道検証者に選出。2011年7月7日、大動脈流の試し去。82歳没。 元米大リーグ監督、ディック・ウィリアムズ氏が死去。日本経済新聞。https://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x n a s d g 0 8 0 0 y y 1ペ7 0 0 c c 0 0 0 2 0 2 0年2月20日、閲覧。大リーグ。 電動入りのウィリアムズ氏死去毎日新聞2011年7月8日、閲覧。ありがとうございます。